青学への逆転合格なら青学専門塾。1日単位の個別カリキュラムと365日コーチングで、どんな状態からでも青山学院大学に合格することが可能です。絶対に青山学院大学に行きたいという方は、概要欄から公式サイトをご覧ください。また難関私立大学に行きたい方向けに無料の受験相談も行っています。概要欄から公式 LINE を追加して何でも相談してください。上智大学文学部ドイツ文学科1年です。文学部ドイツ文学科です。1年生です。上智大学文学部ドイツ文学科1年です。75点。85点。80点。上智大学は夜の夜景が綺麗です。今はクリスマスツリーが出ているので、それも綺麗なんですけど、夜景が綺麗です。私の所属しているドイツ文学科はクラス制なので、一クラス人数が少ないので、すごいクラスの仲がいいところです。上智大学は秋入学もあるので、英語を喋れる人たちとか、いろんな環境にいた人たちと触れ合えるのがいいかなと思います。コンビニが狭い。地下の Wi-Fi がちょっと弱いところ。コンビニがもう一つ欲しい上智大学文学部ドイツ文学科です。同じく上智大学文学部ドイツ文学科です。80点、90点かかない80点ぐらいですかね好きなところは場所がいいところです。立地がいいのと、あとはキャンパスが一つなんで移動が楽っていうのと、あとはまあ綺麗なキャンパスだと使いやすいっていうのもあってかなって思います。休み時間の移動がちょっと大変かなっていうのはあります。学食が食べる場所が少ないから、すぐ席とか埋まっちゃって食べる場所がないのが不便だなって思います。留学行きたいです。ちなみにどちらの国に？あ、ドイツ行きたいです。私もドイツ文学科なので、ドイツに留学したいなって考えてます。上智大学外国語学部英語学科1年の知念ジョイです。あ、同じく上智大学外国語学部英語学科1年の四次ほのかです。70点つけます。80。まだ1年生なんですけど、新型コロナウイルスで半学期がオンライン授業だったので、あんまり友達もできずに学生生活を送ってたところが70点かなっていう感じです。あとに関しては全然いいです。駅から近いのがいいと思います通いやすいのがいいなって思ってます。カフェとか、昼休み混んでて、コンビニエンスストアあるんですけど、ほとんどご飯がなくなってしまうので、マック来てくれたら嬉しいなと思います。そうですね、もう2軒とか3軒めっちゃ混んでるから、そこは改善してほしい。自分は留学に行きたいなと思っています。同じです。多分外国語学部とか、もうみんな上智大学に通ってる人は留学行きたいなって考えてると思います。ちなみにお二人はどちらの国に行きたいなというふうに思ってますか？ヨーロッパ地方に行けたらなと思ってます。私はカナダとか北米に行きたいです。 All you have to do is try your best. You can do it